アジアアロワナはアロワナ科に属する淡水魚である。いくつかの体色の異なる種類があり、それぞれ別種として記載している文献もあるが、普通はそれらの系統もまとめ、スクローラピッチス・フォーモススという学名の種として記載することが多いため、本校ではこの種をアジアアロワナとして扱うことにする。体色によって様々な呼び名がある。 東南アジア原産で湿地や沼地を抜ける流れの穏やかな川に生息する。生魚は魚食性で若菜は昆虫などを主に食べる。アジアアロワナは観賞魚として人気であり、特に中国文化の影響が見られる地域では文化的に重要である。その理由は本種が中国の神話に登場する生物である竜に似ていることと、 中国において縁起が良いとされる配色をしていることであり、それにちなみ流魚という故障で愛好されている。アロアナ科の多種と同様に、アジアアロアナは淡水には順応してきたものの、海水中で生きることはできない。それゆえに、東南アジアの島々に散らばる本種の分布は、本種が大陸遺伝子の研究によりこの仮説は立証され、アジアアアロアナの祖先は、 オーストラリアのノーザンバラムンディの祖先から約1億4000万年に分化したことが分かっている。この分化はゴンドアナ大陸の東岸で起こり、本種はやがてインドア大陸や他の島に運ばれて、現在のアジア地域に生息するようになった。同族多種との形態上の類似は、最近までこの古代魚にはほとんど進化が起こらなかったことを示している。 この種についての最古の記述は、1839年から1844年までの間のことや、胸びれや腹びれが長いことなどで区別される。グリーンアロアナの体色は、背面が暗緑色、側面にかけて銀から金、緑色となり、覆面は銀白色になる。側面には暗緑から青の斑点が入ることもある。制御では、目の上から、 頭頂部にかけて明るいエメラルドグリーンの発色が見られる。赤お金流体表は金色だがいくつかのヒレに赤葛色の発色が見られるスマトラゴールデンの制御では側面の鱗や災害、腹部には金属的な金色の光沢が見られ背は黒色だが尻びれなどは石骨から赤茶色に色づく。若菜のうちは成熟時に金色となる部分は銀色をしている。 マレーシアゴールデンの制御は赤尾金龍と背に完全な金色の金属光沢を持っていることで区別できる。また、この系統は赤尾金龍の特徴であるヒレの赤葛色の発色もない。スーパーレッドと呼ばれる種類では幸い、側面の鱗、角ヒレに金属的な赤や金色からシンクの発色が見られる。背は濃い茶色、若なきに 背の色が暗いほど成熟した時の赤色の発色が濃くなると言われる。アジアアロアナはオス親による校内保育を行う。性的成熟にかかる時間が長く、狭い環境でペアを作るのは難しいため、産卵の成功例は水槽内よりも屋外の大きな池の中でのものが多い。5.5メートル四方。 深さ1.1メートルの pH を6.5から7.0の間に保った池で5歳以上の個体を使った繁殖が2人のブリーダーによって行われたがこの時最も得られた卵が多かったのは3度目の産卵であった1度目と2度目の産卵ではオスが卵を飲み込んでしまい失敗に終わったというアジアアロアナは2006年に IUCN レッドリストで 何に分類され、最も新しい評価は1996年のものである。この種はワシントン条約によって付属書 I に分類されているため国際取引が規制されている。なお、付属書 I に記載されている魚類は本種を含め8種のみである。アジアには CITES によって認可された養殖場が多くあり、そこで養殖された個体はいくつかの国への輸出が許可。 されている。しかし、例えば、アメリカでは、本種は絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律によって保護されているため、許可がなければ保有することができない。生息地の減少が主な脅威である。例えば、かつては、その広範囲に生息していたマレー半島における、本種も、生息地破壊のために今では、珍しい種類となってしまった。 最初に IUCN レッドリストに本種が載った理由は、干渉魚としての乱獲であったが、生息地の減少の方が乱獲よりも本種に与える影響は大きいことがわかっている。最近は1996年のものを最後に、新たな IUCN による本種の保全状態評価はなされていない。その上、現在は大生息地についての情報はもちろん、 おそらくすべての系統が現在も危機に瀕していて、特にスーパーレッドや赤尾金龍などは深刻な状態にあるのではないかと推測されている。アジアアロワナの干渉魚としての高い価値も種の保全に影響を及ぼしている。本種の人気は1970年代の後半から急速に上がり、現在の愛好家は時として本種一匹に 数十万円かそれ以上の大金を払うこともある。1989年から CITES はある基準を満たした場合に限って本種の商業的な流通を許可し始めた。初めての本種の養殖場はインドネシアに作られた。後にシンガポール政府も地元の観賞魚輸出業者と協力して本種の育成に取り組むようになった。現在では 東南アジアの各国に本種の養殖場がある。小取引が可能である養殖された個体であることを証明するために二つの方法が取られている。一つ目は、それぞれの養殖場が買い手に直接証明書を発行すること。二つ目は、それぞれの個体にピットと呼ばれるマイクロチップを埋め込んで各個体を識別できるようにすることである。本種は、 体長9 0トルにまで成長するため、飼育するためには大きな水槽が必要である。また、縄張り意識が強いため、本種同士や他の同族種との混営にはより大きな水槽で注意しながら行う必要がある。他のアロワナと同じように、飛び出し防止のための頑丈な蓋が必要である。水はきれいな軟水で弱酸性24摂氏30度に保つのが良い。 アジアアロアナは肉食魚であるため、昆虫、小魚など栄養価の高い動物質の餌を好んで食す。一般的には、生きエや加工された動物質の製品がよく勧められる。生きエには、ムカデ、ミールワーム、コオロギ、エビ、金魚、メダカ、アカヒレ等がよく用いられる。加工製品には、生き家を冷凍したもの。なお、水面の近くにある餌を好み。 そこまで沈んださは嫌う傾向があるので注意する。ありがとうございます。